ちらのピーチ姫に着替えていきたいと思います。そして今つけてる下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。ピーチ姫に合わせてピンクにしたんですけど、どうですかね。このデザイン可愛くないですか。お尻の部分がソーレースになっているんですよね。こんな感じ。前もレースでちょっぴりセクシーなデザインかなと思います。では上も紹介していきます。上はこんな感じです。上もお揃いのデザインになっているんですけど、この横のこうソーレースになっていますね。こんな感じで、肩の部分にもこうレースのフリフリがあります。こんな感じです。ではピーチ姫に着替えていきたいと思います。こんな感じでピーチ姫に着替えてみました。どうでしたか。よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。